絶対に語られない話がここにある。ジョーチャンネルスタート。はい、皆さんこんにちは、ジョーチャンネルです。はい、ジョーチャンネル始まりました。今日はですね、癖強いですか。それに合わせるのどういう風にやったらいいか分かんないんでね、瞑想中、瞑想中、だいぶ瞑想中。普通に行けばいいんです。普通に、はい、でじゃあ始まりました、ジョーチャンネル。いや始まってますからもう。いや、ちょっと今日テンション高いんです実は。あ、なんで。ちょっと YouTube 見てたら、はい、僕もな、中川のジョーさんのね、リーガー時代に点取った試合のやつはよく見てたんだけど、はいはい、バルサ戦の誰かが上げてくれてたんですよ。あ、そう。はい、これ見たらちょっと感動しちゃって。バルセロナ戦、バルセロナ戦、もう言えてないけどバルセロナ戦が、これがね、ジョー庄司がね、うまいの。うまい。おい、バカにしてるか。ごめんなさい、ごめんなさい、本当に俺はもう引退してからね、もう寂しいやってゴルフがうまいからさ、まあ、もちろん現役見てたけど、リーガの時代って俺もちょっと仕事忙しくていろいろ海外のまで見れてなかったんだけど、うんうん、改めて見たらすごくて、もうポストもすごいうまいんですよ。じゃあポストプレーやな。いや、まあ、そうなんだけど。ちょっと待って、ちょっと待って、あのだいぶ上からやな。いやいや、本当に、いや、でも知らない人もいると思うんですよ。あ、そうね、ジョーさんがこう代表のこと言ってたりするけど、いや、もう本当に見てほしい。もう素晴らしい、ジョーさん、あのバルセロナ戦をね、ちょっと覚えてる範囲でもう振り返ってもらいたい。あのすごいところでやってて、まあ、あの時代のバルセロナって、まあ、オランダ勢が入ってて、はいね、クライパートとか、はい、フィーゴもいたし、フィーゴもいるの。そうで、プジョルがちょうどデビューしたての頃ぐらいの、ね、感じだし、まあ、リバウドが10番リバウド、ね、ブラジルのね、はい、リバウドが10番だったりとか、ルイス・エンリケ、ルイス・エンリケね、そう、ルイス・エンリケいたし、シャビ、シャビ、シャビも出てきましたね、出てきたし、はい、ちょうどあれじゃないか、グアルディオラも多分、ね、いた時代ね。あ、そうですね。そう、ペップね、あの辺もいたっていう感じのね。まあ、そうそうたるメンバーだよね。はい、まあ、でもバルサはカンプノーでね、はい、やれたから、うん、もうあれがもう忘れられない俺は。あ、もうジョーさんもテンション高かったっすか。テンション超高いよ。あ、しかも昔のスタイルって、バルサのスタイルってさ、アウェーチームは先に出てくわけ、はい、で、ラインズマンと一緒にこう並んでるわけよ、はいはい、ラインに。したらバルサ行進曲が流れてた、流れてた、それもありました。てーてーてーちゃちゃちゃーってね、そして一人ずつ入ってくる、かっこいいと思って俺ずっと待っててさ、マジか、超かっこいいよと思ってバルサをこう見ててね。でも6回ルームからちょっとね、異様な雰囲気なの、バルサ戦って。あ、やっぱそうなんですね。やっぱりバルサレアルとやるっていうのはさ、ものすごくやっぱり選手としてはさ、興奮するわけ。あ、やっぱそうですよね。いや、俺だってそうじゃん、だってさ、テレビでしか見たことないしさ、この競技場でしかもできるんだってさ、なかなかないじゃん、はい、うわー、マジでこれね、頑張りたいと思ったけど、逆なのよ、他の選手みんな暗いの。え、なんでですか。緊張してるの。ああ、やっぱそうなんだ。もうとにかくやっぱりバルサとあれでっていうね、そういうのがあるから、ものすごい緊張してて、言葉数少ないしさ。ああ、やっぱりそうなっちゃうんですね。なんだよっつって、お前表せとかって言ってもさ、はあ、みたいな。そんなに、逆にテンションがちょっと低いっていうかさ、うわーと思いながら。で、今はすごく改装なんかもされてるし、うん、綺麗だったけど、昔って俺ね、俺たちのアウェーのね、バルサのカンプノーのアウェーのね、ロッカールームってもうとんでもなく汚いの。え、そうなんですか。ボロボロで、あ、なんかすげえロッカールームなんじゃないかなと。超汚いの。あ、そうなんですか。もうトイレもむき出しみたいな感じだし、そう、もうすっごい汚いの。あ、そうなんだ。だけど、バルサの控え室は超綺麗なの。ああ、絨毯がブワーってバルサの絨毯が引いてあって、はい、ね、こう一人一人のこうロッカールームになってってさ、その相手チームの方はそうなんだ。アウェーは全く何もない、もう本当にね、ベンチシートみたいなのがわーっと置いてあって、それで終わりみたいな。マジで本当に、ね、あれはびっくりした。すごいっすね。そう、そういう差があるんだよね。でね、でもね、バルサもう覚えてるけど、まあ結局レフリーとか行ってさ、うん、さ入ってるぞって並ぶじゃん、はい、あの時にね、なんか競技場ってさ、こう普通さ入ってくのがこうフラットに入ってくじゃん、はい、歩いてただあって、はい、で若干ちょっと階段があるぐらいでさ、うんうんうん、そうだけどバルサっていうの面白いから、ロッカールーム出ると一回下ってくの。へ、階段下って、で下り切ったとこにあのマリア様がね、こう飾ってあって、でそこにみんなこうやってお祈りして、それでまた上に上がっていくわけ、うん、それで
結構こう狭く見えるわけ、はい、あの出口がね、はい、でさあ安倍チーム行ってくださいって言って、うん、で審判と行くときにこう上に登っていくとさ、この窓みたいな感じからさ、カンプドのさ、あれがうわーって見えるわけ。おー、すげー。それがもうたまらないのよ。あー、うわーって、これだーと思いながらこう階段登ってってさ、うわーって見た瞬間にさ、なんかすり鉢状みたいにこんな感じに見えるのね、うん、あー、そう。だからなんか追いかぶさってくるようなさ、圧迫感があって、あれは多分ピッチから入っていかないとわからないんだけど、あれを見た瞬間にもう大興奮だよ。だってさ、カンプノーでバルサとできんだよ。まあそうですよね。いや今もちょっと熱くなってるけど。いやだと思います。いや、あれは本当にすごい。だからあの時は本当によく覚えてる、鮮明に覚えてるね。いや、いいプレー多かったですよ。左サイドもね、いい突破してこう切り返しでシュートしたんですけど。うん、あれ知ってる、あれ。そう、ドリブルして仕掛けてって、ガーってキックフェイントしたらプジョルがダーンって滑って。そう、滑ってよしと思ってゴーンって打ったら良すぎたんだよ、キックが。そうですね。だからちょうど本当キーパーのこのところに触られてね。そうなんですよ。そういうのがあったりとか。イメージはもうちょっとね、こっちから巻いてっていうね。そうそうそう。で、だけど音左から突破してクロス入れてニアで合わせた。そう決めなかったんだよ。あれもすげえいいパスだったんだよ。そうでしょ。そう、あれ決まってれば 2-1 で分かんないっていうね。分かんないって本当に決定的なチャンス作ったんだけどね。あれ本当にいいラストパス。で、あの時、言えてないよ、お前。いや、まあ、俺ラスボスみたいな感じだったよ、今。こう見せるから。そうだね。流していこう、ここはね。そう。だけど、ポストプレーとか、うん、そういうのも、なんかね、やっぱり気持ち乗ってたんだろうね。ああ、でもいいよ、カットの背負って、こう、エディングで、パーンとちゃんと落としてさ。ね、で、ビクトル、ね、シュート決めてくれればっていうシュートですね。ポストなのね、あのね、いいシュートだったけど、ポストなのよ。だから、本当にバルサの、まあ、実は試合の前に、代理人の人がね、はい、あのリバウドとかさ、はい、いろんなこうそういうすごい選手を見てる代理人が俺の一緒だったの、はい、そうで、その代理人から連絡があって、はい、庄司明日カンプノーだなっつって、はい、でいろんな人が注目して見てるから、うん、お前の持ってるものを全て出せと、へえ、そう、これでお前は絶対にそう注目を浴びるから頑張れって言って、そう言われたわけ、うん、もうそこでテンション上がるじゃん。確かに。でいろんな人がやっぱり見てるからさ、でバルサの試合、レアルの試合ってやっぱりさ、向こうのテレビ放送ってもう必ずさ、ニュース番組でも何でもやるわけよ、宣伝をね。そう、あ、だからもう任してやったらすごいことになるかなと思ってね、で頑張ってやったんだけど、結局 4-0 で負けたけどね。いやいや、まあそうなんだけどね、でもすごかった。でもあれもしさ、うん、入って、あっちも決めてもらったらワンアシスト、1得点、ちょっと待って、落ち着こう1得点ワンアシストだったらもっとすごかったよね、きっと ね、 ね、まあそういうのもね、もしかしたらだけど、まあでもやっぱりすごかったよ、バルサで。バルサでやれるっていうのがさ、いや、まあまあ、でもあの時代でね、あのリーガで日本人がバルサ相手に、うん、いや、ごめんなさい、本当ジョーさんの知り合いって思ってくるの失礼だよね。すげえやってたんだなって改めて思っちゃって。でもね、あの試合はまあそうだね、まあそれなりに やれた感はあったよ、自分で、ね、いやいや、すごかったっ。俺あんまりドリブルとかしないんだけど、うん、いや普段はね、だって結構キレキレだよね。そうでしょ、やっぱ気持ち入ってたんだよね。そう、ただそういうのをね、やったりとかした記憶はある。うん、だけど、まあ日本人が初めて行って、はい、あんなね、カンプノーでやっぱプレーができるってさ、うん、これね、何も変えられない、やっぱりさ、嬉しさがあるじゃない。 いい経験されてますね。そう、あれ多分ワウワウさんかなんかが放送してたんだと思うんだけどね、うん、そうですね、深夜帯でしょ、もう朝方か、うん、ね、そういうふうにね、見てくださってんだなと思いながらも、うん、まあでも自分でなんとか1点取ったり活躍したいなって思いがすごく出た試合で、いやでもすごい活躍してました。あったよ。だからその時、そう、フィーゴとかね、うん、そう、あ、フィーゴね、フィーゴのお寿司屋さん事件 ね、ハーフタイムにね、ムに俺はさ、ハーフタイムでさ、もうさ、うわー、もうカンプの感じながらさ、うん、いやーって言って、嬉しいなーと思って帰ってきたらさ、うん、フィーゴにさ、おい、庄司、お前日本人だろって言われてね、うん、で、おそうだよって言ったらさ、ただ、お前さ、寿司屋をさ、俺やるんだけどって言われてさ、そう、話しながら6回目に帰ってきた。すごいな、それ。そうすげえな。あれ面白かったよ、ね、奥さんがお寿司屋さんやるからってね。そうですね。だから俺はお寿司だと思ってないんだけど、うん、ぜひお前がね、食べてね、うん、そしてちょっと評価してくれないかって言われてね、うん、あの後バルサにも行ったしね。すごいっすよね。そうビーゴと一緒に食べたってことでしょ。そうだよ。それでビーゴと話して、はい、でフィーゴは前半で交代だったのね。ああ、そうですね。それで
ユニフォームを交換しようって話したの、うん、そしたら「ああ OKOK 交換しようぜ」って話になって、で俺後半も出てね、うん、でフルで出たから、うん、よしフィーゴと変えようと思ったらさ、プジョルがブワーって来てさ、うん、帰ろう神捨てたよね、うん、ポロポロポロとかっつって、神捨てたって、まあ、シャツのこと言うんだけど、これを変えろ看病とかって言われてさ、うん、いやいや、ノー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 とかつって、うん、俺フィーゴと変えるんだって言ったらさ、うん、関係ねえとかつって、うん、こうやって自分を脱ぎ出してこうって渡してさ、でもそれもそれすごいよね、すごいよ、ね、と変えてんだ、なんだよこいつと思ってあの圧がすげえからもうと思って、俺フィーゴと変えるのにと思ってで交換してさ、でプジョルのもらって、そうそれで帰ったんだけど、バルサってさ、やっぱお金があるクラブだしさ、うん、ユニフォームだって多分あるんだよ、いっぱい。あ、なるほど、ね、俺たちのクラブってさ、実はお金ないクラブだからさ、うん、あれ交換したらさ、お金買わなきゃいけないじゃん。あ、そうなんだ。そう、追加しなきゃいけない。あ、そうなんだ。そう、自分でやんなきゃいけないの。へー、それ知らないしさ。あ、そう、プジョルのいらねえなと思ってさいや、後にすげえ選手になってるからね、やっぱね、まあ、当時はね、いやいや、ね、そういらねえよと思いながら、まあ一応持っててね、うん、でも後日、その主催行った時にフィーゴはね、あのユニフォームをね、サイン入りでプレゼントを庄司に交換するって言ってたからってくれて、すげえ。それ誰か欲しい人あげちゃったけどね。あ、そうなんですか。ないんだ。プジョルのが、プジョルのもあげた。ええ。石田一世ね、一世いるでしょ。はい。一世すごい仲良くて、はい、あのスペインにもね見に来てくれた。あ、そうなんですね。そのぐらいバルサファンだったの。あ、もう大好きで昔から。それで一世が俺ん家に泊まりに来たりとかしてて、で一応ユニフォームがあったから、プジョルの子は翔ちゃんいいねとかっつって、本当にバルサが好きだからさ、あ、じゃあいいよ一世にあげるよっつって、プジョルいらねえよっつって、一世にあげた。そうなんだ。そうそうそう。もう大切に持ってるんですかね、まだね。どうだろうね、持ってるかもしれない。本当にバルサファンだったからね。そう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 。まあ、だからあのカンプノーってやっぱりいろんなものが詰まってる。いや、すごい。そう。あれはすごいわ。ね。あ、でも YouTube で上がってたの。上がってたの。まあ良くないあれのやつかもしれないけど、うん、もう見れるんでね、皆さんに見てもらいたいな。ああ、そうですか、はい、まあそういう時代もありましたね。はい、そうですね。まあだけど本当ありがたいですよ、うん、カンプドでできた、うん、ね、バルサとできた、うん、でレアルとね、うん、サンチャゴベルナベウでやったんですよ、うん、まあこれでまた探しておきますね。じゃあちょっとあるかな。でもね、この試合はね、ないかもね、あんまりね。でも俺たち1対0で勝ったからね。それすごくないですか、レアルにね。あ、そう、ちょっとそれもちょっと見てみたいな。そう、イエローとかさ、あ、イエローね、ね、カシーキーパーカシージャス、あ、ね、モリエンテスとかさ、グッティ、ね、ロベカ ル, ロベカル、そう、もうそそたるメンバーがね、そうやっていて、その中で最終戦だったかな、あれで勝ったの、1-0 で。え、あれもジダンもいる時に。ジダンはいない。まだいない。うん、あ、そう、そういうメンバー。カランブーとかね。ああ、カランブー。懐かしいな。アネルカとかさ。アネルカ。そう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 、あの時代だから。すげえ、うん。ね。そうなの。レアルマドリー戦 YouTube あります。ある。あるんだ。うん。3週間前に上がってます。ちょっとそれも見たいですね。あ、でもレアル戦は全然活躍してない。見てみます。いや、レアル戦はこれね、はい、裏があってさ、はい、あのサンチャゴベルナベウって、はい、真ん中ね、グラウンドの真ん中が一番高くなってて、で端っこにこうやって斜めになってんの。え、山みたいになってんの、こうやって。そういう作りになってんの。作りになってんの。でなんかね、なんか立ってて気持ち悪いな、動いて気持ち悪いなと思って、そう、それで終わった後に聞いてみたの、うん、そしたらグラウンドの形状が水がたまらないようにこうやってて、一番真ん中高くなってて、こうやってね、ベンチとあっちの横って斜めになってんの。あ、そう。だからなんかね、感覚がおかしくなるわけ。フラットじゃないってことね。フラットじゃない。これね、びっくりした。そんなありなんですね。ありだよ。だから今ね、まあ、いろんな観光とかさ、いろいろ見れるようになってスタジアム、はい、あれ見に行った人はね、ぜひ見てほしい。今でも多分変わってないと思う。知能が高い。そう、知能が高くなっててね、すごい。そう、なんかおかしいなってね、すごい感じた。それはピッチに立ってたから感じたことで、そう、本当にそういうのになってんの。へえ、面白いね。面白いですね。本当に。でもそういうね、いろんな経験をさせていただきましたんでね、はい、いやー、フルピーがこんなバルサの話やってね。いやいやいや、もうかっこよかったよ。いやー、でも結局ね、ざっくり見てきた感じだね。いや、まあ、ダイジェストだね。ダイジェスト90分は上がってない、まあ、ね、それはそうだよね、うん、本当にそういう、ね、のも上がってるみたいなんでね、はい、ぜひね、まあ、見たい方は見ていただいてね、はい、まあ昔はすごかったんだぞというね。いや、すごかった、本当に、はい、かっこよかった。まあ自分で言うのもね、あれですけど、ね、いやいやいや、俺が言うからね、うん、でも本当に、でも一番気に入らないのは上から言われたのね、はい、いや、なんかね、ほら
一ほらファンというかさ、はい、ファンもそうじゃん、ジョーって呼ぶでしょ、なんかその時に戻っちゃったもんね、戻っちゃった、ジョーやるじゃんみたいな、ね、家で見ててもうジョーやるじゃんみたいな、あの時代のなんか、ねね、出会ってない頃の、まあそうだ ね、はい、まあでもそう言っていただけてありがたいと思います、はい、ね、いやでもバルサね、いろんな、まあね、日本人が行きましたから、はい、そうですね、スペイン人ね、そういう方たちの、うん、ぜひね YouTube もしあればね、そうですね、見ていただきたいですしね、はい、まあ本当にそういう昔のね、はい、こうだったというのをちょっと思い出したらね、はい、ぜひ皆さんね楽しんでいただきたいと思います、はい、はい、そしてですね、はい、今私たちはね、はい、こちらのね、はい、中村俊輔さんの引退試合でジョーさんが着たユニフォームに、出場した方みんなのサインが入っているユニフォームをプレゼントと、はい、そうですね、こちらの企画をやっております、はい、これは10万人突破、はい、ということが、はい、絶対条件ということで、はい、年内にねそれが突破できれば緊急でですね、はい、皆さんにご抽選でプレゼントしようということになっておりますので、はい、ジョーチャンネルの視聴者の7割はまだ登録されていないというね、そうですね、異例の事態ですからね、はい、これね、他の YouTube 聞いたら全然そんなことないんだってね、あ、やっぱそうなんですね、大体もう8割は登録してるんだってね、うち逆なんですよ、逆なんですよね、はい、未登録が7割という、そうですね、はい、はい、ですが、まあちょっとね、はい、ぜひ10万人、私も差し上げたいのでね、はい、ぜひ10万人突破していただきたいなと思いますし、はい、またね登録して、でまたお友達にもね、そうですね、はい、ぜひ登録拡散していただいて、ね、していただいて、お願いします、はい、ということで、はい、皆さん本当にね、ジョーチャンネルをいつもありがとうございます、ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。